紀元前6世紀初頭のリィア王国のエレクトロン化。グレコバクトリア王国の王エウクラティデス一世のスタテル金化。古代の金化としては最も大きい。重量1 6 9 2ム、直径58ミリ。スタテルはギリシアや周辺の地域で使われた古代の硬貨である。その名称は古代ギリシア語で重さを意味する。西ヨーロッパでは ギリシア北部で傭兵として働いていたケルト人を経由してもたらされたため、マケドニア起源だと思われていた。起源前8世紀から起源50年頃まで流通していた。ロビン・レイン・フォックスによれば、もともとはエウボイア島でフェニキアのシェケルを重量単位として使っていたのが起源であり、重さもほぼ同じで1シェケルは1ミナの50分の1である。 アテナイで造兵された元々のスタテルカは1、テトラドラクマに相当していたが、別の場所や時代には一デドラクマ効果をスタテルと呼んだ。スタテルカは、コリントスでも造兵されていた。スタテルカは、地中海のアイギナ島やクレタ島といった島々でも、造兵された。例えば、キドニアで造兵されたとある銀貨には、ミノア文明の神、プリトマルティスが描かれている。古代コリントスのスタテル。 表面、ペーガソスとその下に、文字コッパ、ガール。裏面、コリント風ヘルメットをかぶったアテーナー。コッパは、コリントスを表している。スタテルには、金貨もあるが、ごく一部で発行されただけであり、大体いい20ドラクマから28ドラクマの価値のものが多かったが、アテナイでは、スタテル金貨を20ドラクマとした。というのも、スタテル金貨は、約8.5グラムの重さで、 一ドラクマの約2倍の重量だが、同じ重量の金は、銀の10倍の価値とされていたためである。よく知られている、スタテル金貨としては、キュジコスで発行された、カイシケイノスと呼ばれる28ドラクマ相当のものや、ピリッポス2世のスタテル貨を真似て、ガリアで発行されたものがある。これは、マケドニア王国で傭兵として働いた、ガリア人が、 故郷にもたらした仕立テルかが元になっている。ありがとうございます。